どうもおはようからこんばんは、若殿です。信長の野望創造、続きを取っていきたいと思います。第2次近畿侵攻戦ももう後半戦ですね。続きはもう残りの城は一つとなりました。本願寺も我々はいよいよ石山攻めですね。ここの舞台で攻めるつもりです。落とせはしないですけれども、防御力を減らすことができればいいかなと思ってますね。そして京都を取った部隊をそのまま通過させて織田家のとどめを刺しに行きます。この辺りも別所攻めの途中ですね。で、駿河方面は残り一つですね。そこを落とせば終了です。ここの部隊は下がらせましょうかね。無傷の部隊を向かわせましょうか。騎乗する。お任せください。さて、こんな感じですね。では続きです。助立ちしよう。逃げるなら今のうちだぞ。磯野さんが捨て身を覚えましたね。捨て身というと親父の吉織を思い出すんですけれどもね、懐かしいですね。かかれ。助立ちいたす。かかれ。ここが貴様らの地獄よ。さて、八木城が落ちました。この部隊は兵糧は補充したので、で結構兵も残ってますね。ふむ、では赤松攻めに向かってもらいましょうか。ここ姫路ですね。城へ戻ります。あなたも向かいなさい。三河武士の魂、決して砕ける。これで決まりです。半兵衛倒したね。ネタさすがです。さて、今なんかビリビリなって、なんか敵将捕らえたりなってます。これ混乱してますね。岸田さん見た目は超かっこいいですね。さて、ここが落ちましたね。ネネさんは減っているので、いや、もう向かわせましょうか。織田信長ですね、戦ってますね。で、残るはここですね。本願寺攻めですね。任せください。むしろ遠藤さん7000いるんで、一旦置いておいて、まあ、包囲のために向かわせましょうか。お任せください。ここが貴様らの地獄よ。おお、すげえ。本田さん、織田信長などこの忠勝の敵ではありませんな。さすがだ。さて、包囲している部隊も余っているので、減っている家康は下がらせましょうか。敵を追い詰めるぞ。加勢いたします。我が策で勝利をつかみます。やっと倒しましたね。で、包囲は一旦いいので、出陣するぞ。あっと、また出てきましたね。手強いですね。そして、ここを攻めてる部隊が兵糧がつきましたね。では矢上から東堂さんですね。いざ行く様へ。それまでは持ちこたえてもらいます。お、石田三成が元服しましたね。いや、耐性高いっすね。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。さて、じゃあ耐性パートは区切りましょう。
さて続きです。腕が鳴るぜ。もうネネさんは十分なので下がりましょう。戻ります。我が道を開けよ。さて別所も残りここの秘書だけですが、もう兵糧がないんですよね。ひもじいです。彼は探らせましょう。戻るとしよう。でここを落とした部隊は、そうですね、赤松攻めに行きましょう。で赤松家はどうやらここの浮田と同盟を締結しましたね。なのでここの部隊が援軍に来るでしょう。ですがそれごと蹴散らしていきますよ。現在もここの部隊が戦っているので彼らを救援しましょう。かしこまりました。お任せを。出陣します。さて東堂が到着しましたね。臆したか。なのでそうですね、和田これまささんですかね、日記上に行ったのを探します。承知しました。あなた方はもう終わりですね。戦へ参る。加勢いたします。敵将捕獲しました。さて駿河が戦いが終わりましたね。戻るぞ。戻ります。戻るぞ。みんなグッジョブです。で君らは強行ですね。久々に使いますね。逃げるなら今のうちだぞ。臆したか。敵将捕らえたり。さてまずは別所が落ちましたね。東堂さんはこのまま赤松攻めです。承知しました。これが我が魂、我が覚悟。敵将仕留めたり。おお、浅井長政さん、さすがですね。ただのイケメンではないようですね。出るとするか。出るとするか。騎乗する。お任せください。ここが貴様らの地獄よ。さて、おっと一人死にましたね。三鷹がそういえば病かかってましたね。君、ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。やはりまあ大激戦ですね。赤松と浮田連合対姉が工事、ものすごい戦いですね。山名さん援軍呼べるんですかね。姉が工事機には貸しがある。貸しがあるじゃねえ、あんた部下だから。そうですね、姫路の援軍に向かわせましょうか。で本願寺、織田、鈴木は残り1拠点でなんとか耐え忍んでますね。三好家は完全に毛利が攻めてますね。やばいっすね。さあ続きです。我らも加勢しますぞ。織田家はもう包囲はもう残りこの部隊に任せましょうかね。防御力は5500ですか。一旦君は有岡で兵糧を補充してから包囲に戻りましょう。お任せください。織田信長ですからね、すぐには落ちないでしょうね。で本田さんは一旦下がらせて、まだ兵力が十分あるので、ここの遠藤さんですね、この7000と合わせてここを落としてもらいましょう。残りの部隊はそうですね、あ、もう強行はやめましょうか。で撤退です。逃げるなら今のうちだぞ。敵将捕らえたり。出陣します。
して再続きの方はもう終わりそうですね。三好家ももう終わりそうですね。大丈夫かね、本当に。おっと、姫路を攻めている部隊ですが、兵力が少ないですね。一応ね、山名さんに援軍は呼んでるんですよ。おっと、磯野、カツオ、君は下がりなさい。退場します。赤松もやりますね。会えるぞ、出陣するぞ。浮田さん、50人で撤退ですか。ですが、もうそこには我が軍がいます。我に打てぬ敵なし。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。病にかかっている味方がどんどん死んでますね。大丈夫かな。まあ、言っても我が軍武将の数は240人ですね。むちゃくちゃいるじゃないですか。ちなみにこのゲームですね、全武将なんと1200人いますね。今のところその6分の1ぐらいが我が軍にいますね。いや、大所帯になりましたね。最初10人もいなかったですもんね。さあ、続きですよ。第2次近畿侵攻戦も大詰めとなりましたが、敵はかなり手強いですね。もうあとちょっとなんですがね。織田家もしぶといですし、本願寺もしぶとい。まあ、米はまだまだありますからね。臆したか、敵将打ち取ったり。いや、山名さんのおかげでやっと包囲に移れますが、大丈夫かな。拠点から反撃食らっているんで兵力が減っていくんですよね。どこか大部隊がいればいいんですが、おっと、二条城ですか。京都の島左近ですね。6000いるので彼らを、そうですね、ここを経由させて姫路攻めに向かいましょう。これまではなんとか持ちこたえてもらいましょう。我に打てぬ敵なし。おっと、ついに本願寺が破れましたよ。敵将捕らえたり。なかなか長かったですね。そうですね、じゃあ彼らも赤松攻めに向かいましょう。余裕があれば続けて浮田攻めもしていきたいところですね。かしこまりました。意外と織田が落ちないですね。ご命令ください、報告いたします。家康になってますね。石山はそうですね、じゃあ家康を置きましょうか。うわー、能力すごいな。統率115とか、すげー。勝てる気がしない、本当に。これが我が魂、我が覚悟。敵将捕らえたり。鈴木も落ちましたね。城へ戻ります。だいぶ兵力減りましたね。もうあまりこうね、人を死にすぎっていうのもなんですしね。まあ
激戦だったんでしょうね。全然見てなかったんですが、勝負。出陣するぞ。イメージが固いですね。やっぱりいい城ですね。が来たので下がらせましょうか。お任せください。あなた方はもう終わりですね。さて、5着が落ちましたね。敵将捕獲しました。本田さんが来た途端落ちた。敵将捕獲した。出陣するぞ。山田さん、ありがとう。じゃあ本田さんはこのまま赤松に留めまし、島さんも行きましょう。いや、どうだろうね。しかも浮田はまた毛利に攻められてるんですね。そうですね。ちなみにこの室津城は防御3500ならば、本隊はもう浮田攻めに移りましょうか。いや、すまんね、みんな連戦で。承知いたしました。で、兵の少ない部隊は赤松にとどめる。承知しました。まあ、こんな感じですかね。問題は織田家ですよね。出るとするか。出陣します。三好が動きましたね。まあ、多分この阿波の救援ですね。表情を始めます。報告いたします。てか、織田家手強すぎ。全然落ちないですね。ちっちゃい城のために一体どれだけの時間を費やしているのか。とりあえず今回のパートは織田が落ちるまでですね。捕虜は逃がしますよ。助太刀します。味方にならないのなら必要ありませんね。さて、浮田は毛利に手ひどく痛みつけられ、赤松の救援に来た部隊も我々が倒したので、もう残り兵力は少ないですね。我が戦お見せしましょう。本当だけ落ちないですね。一旦兵糧補充したのにそれもつきそうなんですよね。我らの戦お見せいたす。では、近畿に来た家康さんにとどめを刺してもらいましょうか。しますぞ。あなた方はもう終わりですね。ガモーさん、かなり活躍しますね今回。表情を始めましょう。報告いたします。そういえば外交とか大丈夫ですかね。みんなかなり困惑状態ですけれども、まだ大丈夫ですね。出陣するぞ。助太刀いたす。ほんと信長固いな。逃げたければ逃げなさい。
ちょっと早送りにしても落ちない。我が策で勝利をつかみます。加勢いたす。囲むのです。加勢いたします。ここは貴様らの地獄よ。三好さん、我に続け。さん、何してるんでしょう、ね、必ずや勝つ。三河武士の魂、決して砕けぬ。やっとか、やっと織田家を倒しましたよ。壊しません。いやー、長かったですね。今回の第二次近畿侵攻戦完結ですね。まあ、この辺はまあ近畿じゃないのでね、浮田さんは。赤松も残り1個だけなので、もうこれはよしとしましょう。さて、では次は私はどこを攻めるのか、まあ考えていきましょう。では長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。若殿でした。前回ですね、織田家を倒しまして、でその戦後処理をしようと思っていた矢先に、なんと、1575年8月、北条家を名手として姉が皇子家の打倒を目指す反姉が皇子連合が結成されましたと出ましたね。おっと、北条さん反撃に出てきましたが、一大事にございます。北条家が当期に敵対する連合を結成したとのこと。我らも表情にて味方になりそうな大名に加勢を頼みましょうぞ。おっと、何でしょう。おっと、古田織部、平家物の主人公ですね。茶器を、こう有名な茶器を集めてくれっていう戦国伝ですね。おっと、頼綱さん興味ないんですかね。帰ってきましたよ。しょうがないなって感じですね。おっと、豊作ですね。いいですね。で、我が領土ないんかい。いいな、みんな豊作で。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。さて、連合ですけれども、誰か誘えるんですかね。三好だけ。みんなどうしたの。上杉さんもちょっと、なんで仲間にならないの。武田はまあ北条と同盟組んでいるからいいものの、三好だけ。マジしょうがない、もう誘ってやるか。なんか寂しいですね。みんな同盟組んでるのに協力してくれないとか。ちなみに反姉が皇子連合ですが、北条、佐竹、赤松、浮田だけか。大したことないですね。烏合の衆ですね。まあいいでしょう。我々が粉砕してやりましょう。つっても北条は今興味がないんですがね。さて、では一旦区切りましょうか。